ギャップイヤーとは、高等学校卒業から大学への入学までのモラトリアムのこと。英語圏の大学の中には、入試から入学までの期間をあえて長く設定して、その間に大学では得られない経験をすることが推奨されている。本来は、大学入学資格を得た若者が入学を延期して、親元を離れ、長期旅行、ボランティア、国内外留学、インターンシップ、 アルバイトなどを体験することを言った。イギリスで1960年代から見られるようになった観光で、特に1990年代以降に安価に渡航できるようになったことで一般的になった。本来は大学入学前のものを言ったが、休学時の他卒業後のスキルアップや能力開発も含む概念として用いられるようにもなっている。 キャップイヤーの類義語にギャップタームがあるが、これは2012年頃に3月の高校の卒業時期を維持したまま、東京大学が大学入学時期を5ヶ月後の9月にすることを検討した際に、学校生活では得られない経験を奨励する時期として関係者が作った和製英語である。キャップイヤープラットフォームの担い手が中心になり、日本で 初めてのギャップイヤー白書が制作された。平成25年6月22日主催イベント、ギャップイヤーフェスタにて配布された。ギャップイヤー白書は、ギャップイヤープラットフォームの公式ページからダウンロードできる。ABC 藤田和氏家田人氏修学旅行に見る、旅の意義事故連磨型教育旅行の導入、変容そして現代的意義、土木学会。 2021年2月12日へつらん。新語字事用語辞典。キャップターム。ありがとうございます。